こんにちは。どうですか、このハンカチ。すごい、直で今日私も見ました。拝見させていただきましたが、これは善光寺式阿弥陀三尊のハンカチ、本当にオリジナルです。サロンタギタ専属の画家の内垣八重子さんに、私はオーダーして描いていただきました。見て、この品のいいお顔。中央が阿弥陀如来像。そして、左が観音菩薩像。そして、右が、静止菩薩像となっております。ね、すごく、とってもこんな風になると思いませんでしたが、私がリクエストしてみました、今回。この善光寺式阿弥陀三尊は、この、ということだけでも、実は、とても名が通っている、阿弥陀如来像となっているそうですが、まあ、善光寺さんでいつもね、ダーカージーさんでお世話になっておりますので、何かこう特別な今年のものならではのものとしてハンカチを作ってみようと思いました。これはもちろんまだ私萩田ゆかりのクリスタルボールのバイブレーションまだ入ってませんが、クリスタルボールのバイブレーションを入れて、それから善光寺の当日の、40層オトスムリエ、クリスタルボール写経、それからまた、夜部の40層のバイブレーションも入りまして、さらに、善光寺さんの、ダファジさん僧侶、様による、最後のお祈祷も入るという、ね、入れていただけるということで、どんなハンカチになるのかの、すごくもうドキドキはしているんですけれども、これは200枚限定で、だいぶご予約も先にもいただいております。まだ残っておりますので、ぜひ、ご予約ください。200枚限定となっております。もう多分おそらく、まあ、ヒーリングファンの方には、こう、目の上に、乗せて寝ていただきたいと思いますし、夜このちょっと疲れた時にね、目の上に乗せたりとか、ヒーリングアイテムとしてターバンに使ったりとか、まあ、いろんなことできるんじゃないかなと思っています。もちろん本当にこう額下なんかに入れていきたい、一枚ではあります。はい、ぜひこちらの方も善光寺の、ご予約フォームからですね、ご購入いただけますので、まあ、一応ご予約ということで、当日はもうしっかり、バイブレーションもうこのハンカチに染み込んで、あらゆるバイブレーションが染み込んで、高波動の、エネルギーとなって皆様にお届けいたします。はい、ぜひこちらも1枚皆さんのお手元に、お手元に置いてあげてください。はい、お楽しみに、もうご購入の皆さん、お楽しみ、こんな素敵なのが出来上がりました。お楽しみにお待ちください。